見つけました。生ハゲ激辛ラーメン、なんかこの、あのタイトルにあのそそられて買ってしまいました。なんかな、一応醤油ベースらしくて、比内地鶏のガラスープ入り。これ比内地鶏っていうことは秋田県やって、秋田県のやつで、で痺れる辛さペッパー付きで、ハバネロプラス山椒、山椒好きや、めっちゃ好きや。でこれをちょっと今日はね、あの試食したいなと思ってます。ではまずは水が 550cc、 どんなのよ。こういうタイプ、なんか細そうめん、細麺になってる、乾燥麺ね、乾麺ね。で、あ、これが多分しびれるパウダーや、しびれたいみたいな。で、これが液体のソース。で、まずはここに550の水を入れます。でしばらく沸かせます。はい、なんかそろそろ沸いてきたんで、でから沸いたお湯に、あ、麺を入れる、麺を入れる、入れて、で4、5分やから、でもアンチは片面が好きやから4分にします。でちょっと3分経ったらほぐしてください。まだほぐしたか、でもちょっとほぐしてみたい。細めやね、だいぶこれ。もうちょっと、そうめん、そうめん、これなんかこういうのってなんかあれやね、家の中で食べるよりなんかちょっと外で食べたい、なんか熱っ熱っとか言いながら、寒いとこでね、息がこう白くファッファッってなりながら、そんなことない？今へん、あ、ちょっとだいぶ吹いてきた、ちょっと弱めます。うわー、吹いてきた、どうしよう、やばい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 、あー吹いてきた、危険です。ちょっと一回火を止めました。そうや、ラーメンの場合はこれがあるから、あ、そう、土鍋でやってるから特にや、これな、土鍋でしたらあかんかったわ。ちゃんとうまいこと布巾が到着しました。そうや、これ気をつけてみんな、これなんか初心者みたいな、なんかな、あの土鍋でしたら鍋は拭きます。普通の鍋でしてね。せやせや、こう沸騰したらほら、土鍋自体がこう熱をさ、こうなんていうの、なんて言ったらいい、熱をこうこもらせるのがなんか土鍋増えて噛んでるやん。そうそう、あ、でもようなってきた。あと1分40秒なんだかんだして1分40秒。でももう入れてもええんちゃうかな、ソースを。だいぶ慣れよし。これな、え、どんな感じやねん。わ、どうしよう、グレー、わわ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 、なんか、あ、やっぱ醤油ベース。で、このしびれるやつ、しびれるやつ入れます。うわ、見えたい、これ、見えた、
真っ赤っかや。で、ちょっと混ぜな。ちょっと混ぜて、なんじ、ここに卵入れたい。卵。気配やな、卵。見えへん。見えた。入れて、んで、ネギ。これで、しばらく待とう。美味しくなれ。出来上がったみたいなので、ちょっとこっちへ移動させて。暑いからな。うわ、めっちゃいい匂いする。さあ、実食です。しびれるんかな。しびれたいな。ドキドキするやろ。アンチもドキドキする。うわ、え、こんなんてスープからいくもんな。最初って。スープ。スープ。しびれるから。いくね。いただきまーす。わあ、すごい。いや、めっちゃしびれる。ほんまに。いや、びっくり。やばいやばい。めっちゃしびれてる。辛い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 。だってあれやもん、生ハゲラーメンやもん。めっちゃ辛いわ。ほんまに辛い。うん、すごい。麺細麺やから好きやわ。この麺、このタイプ。うん、辛いけどこれめっちゃ美味しいかも。これちょっとストックやね、これ。うん。うん。いや、これはいけるわ。いや、ほんまになんか、最初さ、だいたいこういうのって、激辛とか書いてるけど、ハバネロとか書いてても、そんなに言うほど辛くないねんけど、これはほんまにイラスト通り、もう、アンチの目もこんなんなるかも。ギラ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 ーって。ほんまに辛いわ。しびれるような辛さ。ほんまに。でも、味は、おいしい。うん。辛いもん好きな人、一回買うてみて。生ハゲラーメン。熱辛。うん。あのパウダーがすごいやっぱ効くんやな、これ。あの、トゥンセラーメンはトゥンセラーメンの辛さやけど、これはなんかやっぱ山椒が勝ってるかな。でも山椒ちょっと苦手な人は、うん、結構きついかもしれへんな。うん、でもなんかええで、これ気に入った。うん。どうやろ。出てくるぐらい辛いわ。あ、辛い。失礼しました。いや、ほんまにどう表現していいのか分からへんけど、舌がドドドドってなる。なる。うん、ドロドロってなる。食べるとき喋ったらあかんで、むせるで。いや、それぐらい辛いの、ほんまに。アンチが辛いっていうぐらいかな、多分。みんなにはレベル10ぐらいかもしれへん。
スープがなんか美味しいわ、うん、なんか比内地鶏のスープやからなんかあっさりしてるけどコクがある。飲んでまいそう。美味しい。うん。あとさ、まだなんかお腹空いてそうやってここにご飯入れておじやでもいいかもしれへんで。うん。てなことで、アンチのおすすめ品に決定。